じゃあ今日から俺が YouTuber 最終の鈴木健一郎です。じゃあ今日は上下のボディの打ち方について、ボディって何か、上下の下上のコンビネーションについてご紹介したいと思います。構えて、よくある下上のコンビネーションなんですけど、構えて、おお、めちゃめちゃうまい。そうそうそう、これ人にやったらめちゃめちゃ綺麗に出てるんですけど、こんな感じでなかなかこの下上がの下上が当たらなかったりすることが多いです。まあ、何かって言ったらこの右が結局右の打ち方が邪魔してしまって、その後に入れへん場面がすごく多いんですよね。マスを見てると。なんでこの時に思い切って下を打ってください。右フック。そう、もうね、この打ち方で、そう。そう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 。そう、イメージとしたら左足に体重を乗せてやる感じ、ボディ打つ前のこの状況。うん、おお、いい感じ、めちゃくちゃいい。うん、そう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 、構えて下、そうそうそう、早く行こうか。そうナイス、からボディ、そうそう、下ナイス、そう、そう、そう、おお、ナイスボディナイスっていう感じで、あの下打ちました。右フックをせっかく下で入ってんのに、あの長いパンチで打ちすぎてます。じゃあ、あとは構えて下上打って、あ、下上、うん、普通の打ち方で、この打ち方になるときはまだ入れてへんと思ってください。この距離やとボディが打てない。ここで、そう、ここで、ですか。そういう場合はもう一遍下上ドドンくらいのつもりで、はい、なな、はい、大丈夫、なな、あ、ふん、はい、感じ、はい、ワツ、ナイス、ふん、ふん、そうそうそう、ナイス、これでね、このパンチが当たるんやったらまだ下打てへんと思ってもうたら、いいと思いますんで、このように、はい、ナイス、ふん、ふん、やってみましょうか。構えて下打って、はい、フック、浮気締めて、ほんまにね、ビン振るっていうよりもビンタをするようなつもりで、うん、あー、そうそう、肘上げてや、その後、あー、ナイス、あー、めちゃくちゃいい、大きく振ってくれる、これは正直言って当たりにくい。あとこれはもう距離が全然遠いんで、ボディ打てる目安としては、初めて打てる。ああ、ナイス。ただワンツー来ました。はい、ワン。こんなコンビネーションでまた入ってみてください。誰ってこんなでやらせてひろきくん、ひろきくんにあの決めてやってください。またひろきくんはい、はい、と同じルーキーにやられた森川さんと最初にやろうと思います。あとやる日決めてください。お疲れ様でした。